ついてこなくてもいいのよ。何度も言わすなよ。俺は別にお前についてきてるわけじゃない。山頂の湖に釣りに行くついでさ、あくまでもついでだっての。でも釣りの道具持ってないじゃない。もう、ああそう、それはそのさ、あれだ、釣りじゃなくて狩りに行くからだ。狩りの道具も持ってないけど。ナコルル、甘く見るなよ。こう見えても俺は素手で熊を倒すことができるのだ。熊殺しの異名を持ってるんだぜ。ダメよ、熊だって自然に生きる生き物なのよ。むやみに殺したりしたらいけないわ。相変わらず冗談の通じないやつだな。え、何か言った？ああ、別に。もうじき山頂ね。おい、ナコルル、気をつけろ。え、何が？手出せ、俺の手を握れ。一体何を？かすかだけど、嫌な揺れを感じる。最近この辺りは、夜になると雨が降ってたんだ。地盤が緩んでやがる。何この音。チェン、やっぱり来やがった。落石だ。あっぶねえ。怪我ないか？ええ、私は平気。あなたも大丈夫？ランタム？どうしたの？ねえ、怪我でもしたの？ヤンタも。ナコルル、柔らかいな。離れて。なんだよ、気持ちよかったのに。早く起きて、もうお願いよ。チェ、俺のたくましい胸に抱かれて幸せだったろ。ちなみに俺は幸せ。もう。悪い悪い、先行こうぜ。落石の心配をして、だからついてきてくれたの？まあさあな。俺はナコルルと山を歩きたかったからついてきただけだぜ。 ありがとう。ん？なんか言ったか？ううん、なんでもないわ。山頂を目指しましょう。あ、綺麗な湖だな。俺ここへ来たの初めてかもしれない。途中までは何度も来たけど。ミコ以外ほとんど足を踏み入れない場所だから。カムイコタンの人ではヤンタムが初めてだよ。
禁足地なのか？ううん、そうじゃないけど、あまり用のない場所なの、巫女以外は。相引きするにはもってこいの場所かもね。カムイに怒られるよ。相手がナコルルならいいかな。もう変な冗談はやめて。本気ならいいか。それは、うん、それもダメよ。神聖な場所だから。そっか。おい、サクッと儀式を済ました方がいいぜ。日が暮れてから山道を降りるのはやばい。うん、沐浴をして身を清め、カムイに祈りを捧げるという儀式だから、あまり時間はかからないわ。おう、待ってるよ。アルラシチカムコラマトマシチカンテチセンミュラアルラシチカムカルマシュガリカンテリセンミュラリカンテ。お待たせ、終わったわ。俺後ろ向いてるから早く着替えろよ。え？あ、見た？くっきりはっきり透けて見えた。あ、いや嘘、見えてません、見てません。着替えるから後ろ向いててね。ああ。着替え終わったか？うん、ごめんね、巫女なら見えたぐらいで動揺しちゃいけないのに。バカ、普通の女の子なら恥ずかしがって当然さ。普通の女の子？ああ。ん？どうした？俺なんか変なこと言ったか？なんでもないわ。なんでもないの。確かに綺麗だ。うん。今度はさ、巫女の行なんかじゃなくて遊びに来ようぜ、ここへ。うん。それじゃ、山を降りよう。さっきも言っただろ、気にするなって。嬉しかった。こっちこそ、いいもん見せてもらったって感じだったしな。いや美しかった。え、美しいって？からかってなんかいないさ。俺はマジだぜ、いつもな。もう、知りません。
おい、ナコルル、冗談だってば。おい、待ってくれよ。間違えちゃった。いつもなら間違えないのに。おい、マナリー。あ、なんだよマナリー、迎えに来てくれたのか。ご苦労ご苦労。通りかかっただけ。二人はどこかへ出かけてたの？ええ、そうなの。ミコのお勤め、崖が危ないからってヤントムがついてきてくれて。そうなんだ。楽しそうだね。私も行きたかったな。バーカ、遊びじゃないんだぜ。それにさ、お前がついてきたら危なっかしくてしょうがない場所ばっかりだ。大丈夫だよ、私だってきっとついていけるよ。ありがとう、優しいのね、マナリは。あ、うん。なんだよ、元気ねえな。どうした？悪いもんでも拾って食べたのか？そんなことしないよ、ヤンタムじゃないもん。落としたもんでも3つ数えるうちに拾って食べれば平気なんだぞって違うだろう。俺だって拾い食いはしねえよ。えい、お前のようなやつはくすぐりの刑だ。ああ、やめてよ。この。知ったか。ああ、もう笑いすぎてお腹痛い。もうヤンタムのバカ。悪い悪い。だけど元気になったじゃん。これも俺様のおかげだな。そんなわけないよ、このねえ。じゃあ俺帰るわ、お疲れ。
方、従者の仕事しなくていいわ。え、味方を誰がクビにしたの？あ、ごめんね、そういう意味ではないの。今日は味方は従者の仕事を休んでいいわってことよ。たまには息抜きしなきゃ、ずっとお仕事じゃ疲れちゃうでしょ。今日はお休みね。それじゃあ私は今日出かけなくちゃいけないから支度するわね。今日の味方のお仕事は休むことなの。今から自由時間でいいわよ。昼間からゴロゴロ寝てばっかりでさ、ダメ人間の見本市か、ここは。だって、暇なのは仕方ないじゃないさ。暇か？ああ、ちょうどいいや。面白い話を聞かせてやろう。感謝しろ。へっへ、夏らしい話題だぜ。実はさ、最近イレシパクルでは幽霊の噂で持ちきりなんだ。幽霊？うん、数日前にな、友達が八虎山に行ったらしいんだよ。その時、苦しそうにうめく幽霊の声が聞こえてきたんだって。ギャー！それで？それでって、もっと怖がれよな。ったく、その友達は怖くなってすぐに逃げ出したらしいぜ。だからそれ以上のことは知らねえよ。なんだ、終わりか。いやいや、ここからが本題だよ。今からその場所に行こうぜ。本当に幽霊なのかどうか、正体を突き止めに行かねえか。幽霊だよ、そんなのいるわけないじゃない。だよ、興味なしか、つまらんやつらだな。別のやつと行くか、それじゃな。暇つぶしに幽霊捜索と行きますか。
たいあのうるさい北斗と一緒に行動したら幽霊も逃げるわよ。さあ、北斗がまた現れないうちに八虎山へ向かうわ。